い、クジラクジラ。なんだね。裏カジノ中毒の山本亮太いんじゃん。いるね。ジャニーズ解雇になったけどさ、他のメンバーも山本と一緒に行ってるからね。そうなの？そうだよ。それは公表しないなんて、ジャニーズも腐ってるね。これからするんじゃない？しないよ、あの雰囲気じゃ。そうなんだ。ファンが買ったチケットやグッズの収益が山本の給料になり、その金が裏カジノに使われていたんだね。そう考えるとひどいね。しかも裏カジノの利益は暴力団の資金源だからね。最悪だね。山本はそれを理解しているのに裏カジノやってたんだよ。しかも他のメンバーも一緒だったんでしょ。そうだよ。ジャニタレって一般人の友達作りにくいから、必然的にジャニタレとしかつるまなくなるんだよ。で、誰なの一緒に行ってたメンバーって。大体ファンを大切にしているとかいうやつって信用できないよね。誰なの一緒に行ってたメンバーって。滝沢副社長に意見言える唯一の男だったとかも言われているのにね。誰なの一緒に行ってたメンバーって。夢を売る商売なんだからさ、ダメなものはダメなんだよ。セラさん、セラさん。なんだよ。もしかして知らないとか。バカ言ってんじゃないよ。うちは何でも知ってんだから。じゃあ誰なの。クジラがそんな態度じゃなかったら答えてもいいけど、今日はなしだ。しかもうち女の子の日だしな。